鈴木梅史郎の肖像写真。鈴木梅史郎から1940年4月15日は、明治昭和期の実業家、政治家、社会運動家、財団法人実費診療所創立者。品野国水内郡阿森村に、農業、鈴木隆造の次男として生まれる。1881年慶応義塾へ入学。1887年卒業。卒業後、 時事新報から横浜貿易商組合顧問となり、機関紙横浜貿易新聞の主筆に就任。その後、中見川彦次郎の引きで三井銀行に転職し、各地支店長を務めるが、後に王子政紙へ移り専務に就任。王子政紙時代には、1902年に北海道苫小牧市の苫小牧工場建設に手腕を発揮したほか、1919 19年には、 台湾のギラン市ニババスを原材料とする製紙工場を建設した。王子製紙在籍時に日本の医療制度の貧弱さを目の当たりし、社会福祉の充実を主張しその一環として、医療所不足を解消するため1911年に実費診療所を東京府京橋区に設置。その後、横浜、大阪等各地に設立。各地で医師会が反発し、 対立に直面した、1912年に立憲声優会の衆議院議員となる、ありがとうございます。